まゆかちゃん、やっほー、ハルオー、こんばんは。ケイタ、こんばんは。ユアンドネコさん、こんばんは。イシコー、こんばんはやで。キャナちゃん、やー、ヤンマー、また来てありがとう。観音様、こんばんは。ドリオさん、こんばんは。ドリモグさん、こんばんは。ツメポン、こんばんは。辻さん、ユニちゃんや、ありがとうございます。シラさん、こんばんは。川文字さん、こんばんは。オスカルツさん、こんばんは。マシュマルさん、こんばんは。コウメ、こんばんは。皆さん、カウントと星投げよろしくお願いします。ガッちゃん、こんばんは。ドナッチュン、こんばんは。タムタムさん、こんばんは。ツッキーさん、こんばんは。シャンシャン、こんばんは。ガッちゃん、仕事終わったからゆっくり見れる。ガッちゃん、お疲れ様。星投げカウントをよろしくお願いします。皆さん、ガチでそのまま眠りにつきそうやった。おはよう、スチ。一番くらい寒いね。ね、もうヒーターから離れられない生活になってしまった。ヒーター買っちゃったら。カズくん、ハートありがとう。仕事終わったから今からゆっくり見れる。ズッキーさん、お疲れ様です。お仕事祝日やのにお仕事ある人、お疲れ様やね。元気さん、カウント OK、 ありがとうございます。なおき、こんばんは。これから支度して仕事行く。お、今からか。頑張ってー、お仕事。ほい、あんにょん。晩ご飯食べながら見てます。ありがとう。ヤンマ、星集め行ってきます。ありがとうございます。みんな、じゃあ今夜ご飯か、夜ご飯食べてるんですかね、皆さんは。配信前に食べ終えた。そうなんや。ジュリン、ご飯食べた？まだ食べてない、ご飯。食べ終わったって人が多いね。カウント星投げと、あと皆さんツイッターでツイートお願いします。
お梅カウント星投げ終わったよ、ありがとう。ルナッチン50カウント完了、ありがとう。またコップ変わってる？うん、さっきの配信と一緒やね、これ。みんなよう見てるな、コップ。そう、この時間は次の11時からのコスプレを何にするか決めようっていう話をしてました。チムニー星投げも終わった、ありがとう。カズくん星投げとカウントはピ、ありがとう。マクドは行ってないよ。ユインちゃんが飲んでるお茶まで可愛く見えてくる、不思議。多分フィルターが通ってるんですよ、この画面越しの。可愛く見えるフィルターが。そんなことないです。もうちょっと人が集まってきてからそれは決めようかな。黄色のパーカーとオーバーオール、それミニオンになってまうやん。黄色のパーカー持ってへんわ。シャッペカウント終わり、ありがとう。二重マッコリさん星集め行くやね、ありがとう。あ、白猫さん、サラちゃんだるま、ありがとうございます。ヤンマーさん50&星3周投げたよ、ありがとう。なおちゃんカウント完了、ありがとう。 You&Neko 2周目行ってくるね、ありがとう。ほんまに地道な作業なんですけど、作業っていうかまあコツコツとね、こうしてこうポイント差を縮めていくので、多分皆さんもすごい大変だと思うんですけど、26日頑張って1位取って、来月台湾でランウェイ歩きたいので、皆さんよろしくお願いします。ミューマイベで私が着たミニオンのコスチューム送った方が良かった。大丈夫。白猫さんではまたカウント枠で、ありがとう。白猫さん、自分にハートありがとう。やんわりキュイ。でもミニオン着てみたいな。あ、カズくんタコありがとう。ゆうきちゃんとユニバ行った時ユニバミニオンすればよかったね、先月。ゆかりんアイスありがとう、10個。双子コーデしたら絶対可愛いやん。そう、ゆうきちゃんとうちらもなんかすればよかったなってずっと言ってた。逆になんかホラーナイトしてるとき私服が浮いたの。みんな
あれしてるし、しかもユニバはさ、ディズニーみたいにあれがないから、ディズニーキャラクター以外ダメっていうのがないから、マジでいろんな人いた。ゆうき、こんばんは。ちょっぺ、ごめん、また制限かかった。大丈夫やで。カンタータの舞台は見に行きます。 INZ さん、完了終了しました。ありがとうございます。悪魔将軍さん、50カウント終わり、ありがとう。ニートの差、34万9000か。あとちょっと頑張ろう。辛ラーメンにコチュジャン出したから舌しびれてる、やば。しおさん、カウント完了。食料の買い物をしに近所の業務スーパー行ってたからすぐ帰宅したよ。ありがとう、カウント。業務スーパーってすごい懐かしい。久しぶりに聞いたわ。筋肉愛好家さん、こんばんは。1時43分。なんかほんまアップルウォッチさ、綺麗になったから、なんか自分のじゃないみたい、交換してもらってから。多分今星集め行ってくれてる方とかもいらっしゃると思うから、次の投票で決めるって言ったやつ、8時ぐらいからやろうかなと思います。アップルウォッチ今つけてるの、つけてるよ、アップルウォッチ。カンカン、ジュリンちゃん今更やけど初めて見た、頑張ってな。ありがとう。よかったら星持ってた、星投げてほしいのと、カウント1から50までよろしくお願いします。辻さん、ありがとうございます。あ、辻さん、マヤダルマありがとうございます。翔次郎頑張れ、ありがとう、頑張ります。カズヤジェム、カウント完了、星全部放出ありがとうございます。なんか驚きの機能ある？何やろ。あ、でもなんかどれだけ運動したとかもすごい出るよ。ヘルスケア、なんか心拍数とか、あとなんか深呼吸しましょうとか出してくれたり、ずっと座ってるので一回立ちましょうみたいなのとかもアップルウォッチが出してくれる。ハセソー、カウント星完了。仕事忙しい、会社見れないけど頑張ってね。ハセソーありがとう。
デコナツカウント終わったよ、ありがとう。押し T シャツ男さん、今から星投げます、ありがとうございます。ババシャン、タコありがとう。ナウって言うと時間が出るとか、それは出ないわ。ずっと座ってるのとか分かるらしい。なんかすごいよね、健康管理までしてくれるの。めっちゃなんかすごいよ、いいよ。翔次郎、リス、ありがとう。監視されてないよ、多分なんかそういう機能がついてるやろね。今の力はすごい。ライブ中につけてたら「おしじゃんしすぎなので落ち着きましょう」とか言ってくれるんかな。それはないやろ、多分すごい運動量がめっちゃ出るんじゃない。結局今日は一歩も外出なかった、やば。そんな機能あったらやばいね。そう、今の技術ってすごいね、ほんまに。カズくん、タコありがとう。辻さん、マヤダルマ500個ありがとうございます。今星集めに乃木坂のとこ行ったら梅澤美波さんがジェム好きだって。お、嘘、嬉しい、嬉しいですね、ありがとうございますって。届かないけど、ありがとうございます。春休みに旅行に行こうと考え中。ジュリンならどこ行く？どこやろ。でもなんか今結構女の子に人気あるのは台湾っていうよね、インスタ映えで。台湾とかでもご飯美味しいし。でも国内やったら沖縄とか楽しそう。ズッキーさん、ゆきちゃんだるまありがとうございます。今日は雨だったから仕事休みでした。お、そうなんや。ズッキーさんありがとう、たくさん。ゆきちゃんだるま、シャンシャン、タコ3つありがとう。シャン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 ありがとう。星投げカウントできました。ボカさんありがとうございます。カンカンカウントしてきた、ありがとう、ありがとね。あー、スカイランタンね、新潟。この前ジャングルレストランでのイベントでご一緒だった方が新潟出身の方で、でその人がランタンが打ち上げられるって言ってた、新潟で。
危ない。よいしょ。ひでにゃんたこ塾ありがとう。ひでにゃん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 ありがとう。皆さんありがとうございます。たくさん星とかカウントギフト、ツッキーさんいっぱいありがとう。マヤだるま、マヤじゃない、ゆきちゃんだるま、一世の時より確実にジレンちゃん大人っぽい。嘘、やった来月二十歳なんで、女性の時は16とかかな、多分16、17。ゆかりんアイス10個ありがとう。900星カウント終わった、ありがとう。ネムンって最初からジュリンがセンターやったん、そやで、女性の時からずっとそうです。ズッキーさん、ゆきちゃんだるま1000個もありがとうございます。ズッキーさん、ジュリンちゃんはこの1年で一気に綺麗なお姉さんになりましたよね。嬉しい、ありがとうございます。シラさん星3周カウント終わったよ、ありがとう。同意とか分かるとかすごい嬉しい、ありがとうございます。辻さん、マーヤだるまありがとうございます。そしてともひろさん、ゆきちゃんだるまありがとう。スメポン、お花ありがとう。そしてリスもありがとう。ボカさん、ちゃんまんだるまありがとう。補習2週やっとできたよ、ごめんね。カズくんありがとう、推し。成人式か、もう写真とか撮ったん？撮ったよ。前撮りはいたしました。いつかな、前撮りしたの。9月か。9月に前撮りしました。着物は内緒ですまたどこかでアップするときに、のでお楽しみに。
新吉さん、キャンマンダルマありがとう。そして辻さん、千個マヤダルマありがとうございます。辻さんいつもありがとうございます。そう、そんな前に撮りました。そう、なんかあんまり空いてなくて、ちょうどスケジュールが全然合わなくて、でもなんか写真見たけど、なんかすごい、あーは売り袖やーってなった髪の毛今くらい前よりちょっと短かったかも、振り袖取った時。結べるっていうか片方にまとめるって感じかな。ゆうきさん、カウント完了ありがとうございます。いやー、そろ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 決めますか、次の配信の。9月って髪明るい時だよね。うん、明るい時、今のソルのアーシャの時ぐらいの色かな、茶色っぽい。今もだいぶ落ちてきた髪の毛。ゆかりん、アイスありがとう10個。みんな、そろそろ投票を始めてもいいですか？星集めから帰ってきてるかな、みんな。何の投票？11時から12時でまた1時間配信するんやけど、そこでなんかみんなからコスプレしてっていうのがたくさん多かったから、何のコスプレが見たいのか今から投票で決めたいと思います。はい、まあその前になんですけど、まあ今日4時半ぐらいにジェムの公式ホームページで発表があったんですけど、南口奈々の生誕祭、中止という形になってしまい、本当に皆さんごめんなさい。多分南口奈々隊の方とか他の推しのジェミリーの皆さんとかすごい楽しみにしてくださってたと思うし、一番多分奈々がね楽しみにしてたと思うんですけれども、本当にごめんなさい。私は26日までこのショールームの決勝があるので、精一杯諦めず頑張るので、皆さん応援よろしくお願いします。あ、グラテンさん、カウントだけしていいんですか？はい、待ちます。じゃあその間に、何番が何とか書こうか。みんな
たくさんコメントありがとうございます。よいしょ。皆さん、あの一個教えていただきたいんですけど、巫女ってどんな感じですか？巫女、お、ありがとう。何やっけ、もう一個のやつ。あれ、もう一個言ってたやつ、あ、思い出した。よし、じゃあ、ちょっと待ってね、小綱が今カウントしてくれてるから、このカウントが終わったら投票しますね。じゃあ今は皆さん考える時間です。1番制服、2巫女、3シスター、この3つです。ただいま熊代家にあるのがこれしかないため、この3つで許してください。悩む？決めた？ワンチャン投票しない説、投票しない説、どういうこと？だからウニオンくれって言ったの。巫女とシスターは友達とハロウィンした時に買ったので家にあります。選べない？ちょっと待ってな、今カウントしてくれてる方がまだいらっしゃる。あ、じゃあその間に1000人超えました。1000人以上の皆さんありがとうございます。ただいま、あ、間違えた、最初から AVEX に所属しているジェムというアイドルグループの、熊代樹林です。今アジアファッションアワードというイベントに参加していまして、26日まで決勝なんですけれども、1位になると台湾でランウェイデビューができます。なので、あの皆さんよかったら星持っている方いらっしゃったら星投げをお願いします。そして星集めにできたっていう方もカウントだけでもよかったらよろしくお願いします。それじゃあ投票いきますか。投票ピコンピコン、投票開始急に始めちゃった、ごめん。みんな投票や。てん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 。でもメイドもな、前ハロウィンでやったから絶対家にあるはずないけど、どこにあるのかわからんねんな。どこにしまったか忘れちゃった。さあ、投票終了まで10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。お、すごい、これダントツやん。ダントツで制服の 48.7% で制服でした。てかこの順番やもう2が 33.8% で巫女、シスターが 17.6%。 じゃあ制服ですね。
セルフ配信します。11時から水出しバンチャーさん、バラありがとうございます。チッコ、クロテンさん、そらちゃんだるまありがとうございます。制服明日はみこ、明後日はシスターですね。みんなそんな違うのみたいですか。みこもシスターも、全部みたい、空みたいわでもさ、上半身だけやからさ、全然多分伝わらんと思うわ。伝わってもいいなら、巫女と制服両方に投票しちゃった。もういいね、ありがとうございます。ハリモグさん、そしてアイスありがとう。じゃあ他の2つは考えときますねイージーマッコリさんありがとうございます。ゆきちゃんだるま、ソファーに座ってもこういう感じやで、だからあんま映らんのよね。ここが一番ベストポジションなんです。じゃあ制服配信、次何の髪型がいいですか。ツインテール、ポニテ、全部昨日やったやつやんハーフアップ、ツインか、ポニテ、ツインテール、ポニテ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 多いな。ハーフツイン、ハーフアップ、ポニーテール、ポニーテール、ツインテール、編み込みツイン、編み込みツイン、三つ編み、丸眼鏡。なんかいろいろあるけど、ツインとポニテが今同じぐらいかな。8時10分、オッケー。ツインテール、投票で。そしたら出てきた中、じゃあこれで投票スタート。10 9 8
7、6、5、4、3、2、1、終了。で、3番、ハーフアップ。3番のハーフアップでした。じゃあ、ハーフアップしますね。あ、そうね、ツインとポニーテールは昨日やったもんね。じゃあハーフアップにしますね。ハーフアップは多分これをこうして、これをこうして、こうかな、下残してだね。オッケー。じゃあそれでやりますね。触覚っていうかな、なんていうの、もう同じ長さやの、この髪の毛と全部だから、ちょっと残すいつも。じゃあこの配信でいろんな髪型していくか。みんなストレートと巻きとばっか見ちゃってるもんね。まあこの配信の時はストレートか。じゃあ皆さん11時からの配信見に来てくださいね。みんな入って、ゆかりんアイス10個ありがとう。バイト終わった、ただいま、おかえり。あ、10時からじゃない、あ、そっか、そういうことか。10時から食堂ってことは11時が無理られへんってことか。理解。11時に目覚ましかけて仮眠するわ。そやな、みんなもあれやんな、このジュリンの配信遅くまでねして朝早いから寝不足ですよね。みんなありがとう、ほんま。眠たいやんな、ありがとうね、ほんとに。ジュリンちゃんが寝不足になってないか心配よ。大丈夫、全然元気よ。ひでにゃん、ナッチだるまありがとう。でも肌荒れするってゆきちゃんとかゆうちゃん言ってたやん。けどジュリン今んとこ大丈夫やった、保ってる。
クロテンさん、サラちゃんダルマありがとう。スキンケアとか何やってんの？ラッシュのフェイスマスク、あのスクラブとか入ってるやつをお風呂の中でこう塗ってパックして、で洗い流してお風呂出た後はあの普通のシートマスクで保湿してっていうのをしてる。でもラッシュのフェイスマスクはすごいおすすめ。なんか自分の肌に合った、今の肌に合ったあのフェイスマスクをこうラッシュの方に選んでくれるの。例えば今冬やから乾燥肌ですごいそういうのが気になるんですよとか、肌荒れが気になるとか、今の自分の悩みをこう言ったらすごい今の自分の肌に合ったものを選んでくれるし、しかもそのフェイスマスク1000円やね。1000円やからすごいお手頃な値段でめっちゃいいです。女の子にはもちろんおすすめなんですけど、男性の方もおすすめです。あとはファンの方にいただいた洗顔も使ってますね。あの肌が突っ張らない感じのすごいいい洗顔です。ラッシュってラッシュ、そうラッシュラッシュ、なんかジュリンがそのラッシュのフェイスマスク使ってて、でなんか弟もこう今思春期やからこうちょっと肌荒れとかしちゃってて、だから使ってみーって言って弟も今使ってるけど、この前大阪帰ったら肌荒れが全然マシになってた。あれ全然ちゃうなーって弟も言ってた。おすすめです。フェイスマスク一回やったことあるけど貼るの難しくない？あれだけ？あれか、普通のシートのやつはなんか難しいかな。でもなんか貼りやすいやつもあるよ。でもラッシュのやつはこういうマスクじゃなくて、こうシートのこのこう手でこうやって塗るやつ塗って、こうマスクフェイスマスクみたいな感じにするやつだから、お風呂でやって洗い流してお風呂でおすすめです。そして2000人以上の皆さんが見てくださってます、ありがとうございます。2000人の皆さんありがとうございます。今、アジアファッションアワードというイベントに参加してまして、26日まで決勝なんですけど、1位になると台湾でランウェイ歩けます。よかったら星持ってたら星投げてください。あとカウントだけでもぜひよろしくお願いします。あとルームフォローもよろしくお願いします。あずきやしちゃんこんばんは、やっと来れた、ありがとう。あずきやしちゃんリスありがとう。あと10分だよ。はーい、27万差お縮まった、ありがとうございます。ありがとうね、みんなほんまにほんまにありがとうやわ。あずきやしちゃんリスありがとう。そう、このアジアファッションアワード、
去年モデルのローラさんとか出てましたね。月足ちゃんリスもう一個ありがとう。お、もう一個や来た。ありがとう月足ちゃんリス。そしてカズくんタコありがとう。みんなありがとうございます。それじゃあこの後は8時終わったらすぐ8時50分まで20分間ですね、カウント枠なので皆さんぜひルームに残ったままカウント枠まで待ってていってください。そしてカウント枠の次は23時からですね、11時から12時まで1時間配信します。この枠はさっき決まった制服とハーフアップ配信になりますので、皆さんぜひ夜ね遊びに来てください。あずきやしちゃんリスありがとう。じゃあまだあと5分あるけどランキングお呼びしましょうかね。配信ハーフアップ配信って人がたくさん来そうなタイトルやな確かに。そしたらランキングお呼びしていきます。13位はさとしさん。さとしさんありがとうございます。そして12位はイマティさん。すごいアバターがワンちゃんや。イマティさんありがとうございます。そして11位は夢のせトロッコさんありがとうございます。そして10位はヤンマさん。ヤンマさんありがとうございます。そして9位は辻さん。辻さん今日もありがとうございます。辻さん。そして8位はクロテン。クロテンありがとう。サラマニー。そして7位はボカさん。ボカさんありがとう。10時からお仕事頑張ってね。そして6位は新吉さん。新吉さんありがとうございます。そして5位はつめぽん。つめぽんありがとう。そして4位はともひろさん。ともひろさんありがとうございます。そして3位はひでにゃん。ひでにゃんありがとう。いつもたくさんありがとう。そして2位はズッキーさん。ズッキーさんありがとうございます。今日もたくさんありがとうございます。そして1位はゆかりん。ゆかりんありがとう。ありがとうね本当。そして今お名前呼べなかった方も皆さんカウントだったり星だったりギフトだったりコメントだったり本当にありがとうございます。次この後はカウント枠なのでちょっと待っててください。お夕飯何食べるの？まだ決めてないや。何食べようかな。でもそんなお腹空いてないからな。おでんとかかな
夢ってない？皆さんありがとうございます。お、でも26万6千になった。差が30万切った。26日まで皆さんよろしくお願いします。まだ27分やった。あずきあいちゃん、リスありがとう。辻さん、バラ10個ありがとうございます。あと3日はジュリンちゃん見れる。当たり目食べてたら喉が渇きすぎて辛い。ほらカレーパンではない。私はポテトチップスを食べています。夜道に簡単に食べることができます。いいですね、ポテトチップス。更新かかったらステージ登れてた、残念。ごめん、カズくん。更新前に呼んじゃった。ごめんね。ありがとう。イベント終わっても、たまにでもいいから勝利してくれたら嬉しい。はい。みんなありがとう、ほんまに。そのままルームに残っていってくださいね。次はカウント枠なので。最近なんか失敗しがちやから、もうちょっとゆっくりやるわ。8時半になった。それじゃあ皆さんありがとうございました。次このままカウント枠なので、皆さんちょっとその場でお待ちください。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。